拓殖大学の起源、それは1900年に開校した台湾教会学校に遡ります。創立の理念は校歌の一節にも歌われている、人種の色と地の境、我が立つ前に差別なし。創立以来この理念のもと、国際社会に貢献しうる人材の育成、開発援助を主体的に実践する教育機関として歩み続け、2010年110周年を迎えています。明治33年、西暦1900年、海外で活躍する優位な人材を育てる一つの大学が産声を上げました。それが台湾教会学校、現在の拓殖大学です。台湾教会学校の初代校長は桂太郎、後に長きにわたり内閣総理大臣を務めた政界の重鎮です。台湾教会学校の建学の理念は、積極進取の気概とあらゆる民族から敬慕されるに値する教養と品格を備えた優位な人材の育成、常に現地の人々と同じ視点で経済の振興や開発に力を注ぎ貢献していくことが日本初の国際学校の使命だったのです。そして明治45年、東アジア発展のために優位な人材を輩出してきたことが認められ、明治天皇より恩賜金を賜るという栄誉を得ます。それを記念して建てられたのが恩賜記念講堂です。創立100周年を記念し、恩賜記念館として再建されました。時代は大正へと移ります。経済社会の活性化はアジアの近代化を着実に進めてきました。大正7年、校名を拓殖大学に改め、語学、貿易、法律、経済といった教育を一層充実させていきました。翌大正8年には学長に後藤新平が就任します。後藤は台湾総督府の民政長官や満鉄の初代総裁、東京市長を歴任した人物です。後藤の功績を台湾台南市の郷土博物館に見ることができます。ここには衛生状態の改善、読み書きなどの教育の普及、鉄道道路の整備など後藤が台湾総督府時代に行ったさまざまな政策が記されています。またこの時代、後藤とともに大学を支えた人物がいました。大正6年から5年間にわたって学官を務めた新渡戸稲造です。新渡戸は若き日、太平洋の架け橋になろうと志し、著書武士道を通して日本文化を外国に知らしめた人物です。大正8年の時点で卒業生の在住地別人数を見ると、およそ6割が外地を活躍の舞台としていました。拓殖大学はもう戦前期からそのグローバル人材の養成を主要な目的にして、運営されてきた大学ですね。まあ、当時の開発途上国アジア、これはまあ大変貧しかったし、列強の植民地支配の下で、まあ、苦しんでいたわけですけれども、まあ、そういうところに出向いていって、現地の人々と一緒に汗を流して、その国の開発に勤しむ。現在でもですね、現地に定着している OB や OG の数においては、おそらく日本の中では有数の大学ではないかなと、まあ、思っておりますね。終戦後、昭和23年には光陵高等学校、現在の
拓殖大学第一高等学校を設立。さらに昭和41年北海道拓殖短期大学を設置しました。拓殖大学は昭和24年小学部、成蹊学部、二学部の新生大学として発足。学生たちの課外活動も復活し、大学が活気づき始めました。昭和30年政治学者矢部定次が総長に就任。矢部総長は入学式で次のように述べています。アジア諸民族と対等の一員として裸一貫、祈りと懺悔の心を持ってそれぞれの国の開発と繁栄と文化のために準ずる気持ちで出て行っていただきたい。矢部総長は奉仕の精神のもとにアジアの地の塩となることを新たなる見学の志としました。そしてアジアはもとよりアラブ、ラテンアメリカなどの地域を調査研究する海外事情研究所を設立するなど、さまざまな新しい試みを行いました。この頃、学生による海外移住の機運が高まりを見せます。海外移住研究会などのサークルも発足し、南米に夢を求めた多くの学生が旅立っていきました。日本の将来を展望しながら、昭和42年後の総理大臣中曽根康弘氏が総長に就任します。総長講演というのをやって、要するに民族的国際大学になりなさいと、そして開拓精神を持って行こうと、そういうことを衝動して、学内を指導しようと思って実際やったわけですね。まあ、一番そういうふうに張り切った時代でもあったね。拓殖大学は戦前から留学生の受け入れにも力を入れてきました。昭和36年には日本語研修所を設置し、インドネシア賠償研修生を受け入れました。昭和47年留学生別科設置。現在拓殖大学ではアジア圏を中心に世界中から来た留学生がそれぞれの目標に向かって勉学に励んでいます。昭和52年東京都八王子市に新校舎を建設し、外国語学部を設置。昭和54年にはカナダのバンクーバーコミュニティカレッジと提携。その後世界中に提携校を拡大、多くの学生を送り出してきました。昭和62年工学部設置。そして平成12年、見学の精神を継承する国際開発学部を設置しました。平成12年10月24日天皇皇后両陛下のご臨席を賜り、創立100周年記念式典が挙行されました。校歌には青年の海外夕日の志とともに、人種の色と地の境我が立つ前に差別なしと歌われています。当時多くの学生がこの思いを胸に未知の世界へと大学を後にしたことと思われます。第二次世界大戦後、日本と日本を取り巻く環境は大きく変わりました。しかし積極進取の気概と、あらゆる民族から敬慕されるに値する教養と品格を備えた優位な人材の育成という見学の精神は今日に生きるものであり、日本が
今後ますます国際社会の平和と繁栄に貢献していくためにも、この大学から国内においてはもとより開発協力をはじめとするさまざまな分野で世界を舞台に活躍する人々が数多く送り出されていくことを期待しております。新たな世紀へと足を踏み出した拓殖大学は、教育システムをより充実させてきました。平成16年には大学院国際協力学研究科を設置。さらに地方分権が進む社会背景のもと、平成21年、地方自治体が取り組む課題と進むべき道を考える大学院地方政治行政研究科を設置しました。同じく平成21年、国内外で活躍できるリーダー養成講座桂太郎塾を開講しました。平成27年、文教キャンパス整備事業が完了し、商学部、政経学部が全面移転しました。また、八王子国際キャンパスとの再開発整備により、大学教育や社会人教育のさらなる充実と発展を図るとともに、建学以来の国際大学としての機能を強化してきました。そして今、新たなステージへのステップアップとして、拓殖大学教育ルネサンスを推進しています。創立者桂太郎が掲げた創立の理念は、世紀を超えて引き継がれ、拓殖大学は次の時代に向けて確かな歩みを進めています。